ギターアルケミスト、開けていきたいと思います。今日はですね、フィヨルドの新恐竜、アンドリュース・サリクスのテイム方法を中心に、生息域であったり、まあ、使いやすさ的な部分をね、解説していきたいと思っております。ということで、本日の目的は1つ目、アンドリュース・サリクスについて、2つ目、生息域について、そして最後に、テイム方法をやっていきたいと思います。で、まず1つ目に、アンドリュース・サリクスなんだけど、こいつね、俺早速テイムしてみたんだけど、キングダムアークでですね、生放送で、初感としては、めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃ使い勝手がいいです。で、まずね、序盤にお勧めしたいんだけど、なぜかっていうと、それはね、今見てもらうとわかるんだけど、これサドルいらねえんだよね。サドルいらないのがめちゃくちゃ良くて、で、かつですね、移動速度めちゃくちゃ速くて、木とか岩とかガンガンなぎ倒してね、走れるんだよね。岩とかね、ぶつかったらバコーンってぶっ壊すから、かなり、陸上の走破能力っていうものが高くて、機動性がね、めっちゃね、いいんだよね。なので、俺的にはね、序盤にテイムして、まあ、お供として、足としていいんじゃないかなと思いますね。まあ、プテラとかでも全然いいんだけど、まあ、普通にね、泳ぐのも早いし、陸地の移動も早いし、という形で、で、一定の火力があってっていうところなので、本当に使い勝手がいいなっていう感じ。で、さらに言うとなんだけど、この後ろ蹴り、これめっちゃ強くて、ノックバック性能超高くて、で、中型ぐらいの生物までだったらプルロビアがボーンって食らせたみたいな感じの、ピヨピヨマーク、失神マークみたいなあれになるからめっちゃ強いんだよね。なので一生俺のターンができるから、この後ろ蹴りはっていうので、非常にアンドリュー・サレクス強いです。しかも、ノーコストで、まあ、ノーコストっていうかな、まあ、実質蜂蜜は使うんだけど、コスト低い形でテイムができるんだよね。それがね、本当に便利なんですよ。テイム方法はね、後半に説明するので、ちょっとね、割愛するんですが、その序盤にね、コスト低くサクッとテイムできるっていうのがめちゃくちゃ大事かなと思ってますね。で、まあ、サドルはまあ、レベルとか素材が揃った時に作ればいいので、全然普通に乗っとくだけでも大丈夫なので、かなり有用な、ね、生物になってるかなと思いますね。めちゃくちゃ便利。俺最初ね、トレーラームービーの時さ、サドル今ちょうど持たせてて装備させるんだけど、このガトリングやろうかと思ったんだよね。ただのね、移動できるガトリング放題かと思ったんだけど、全然使い勝手良くて、実際に使ってみたらすっげえ良かった。で、プラスアルファなんだけど、赤ちゃんのウリボーがめっちゃ可愛いです。はい。ぜひみんなブリーディングさせてみて、めちゃくちゃ可愛いから子供が。という感じで、アンドリュー・サルクスめちゃくちゃ序盤に俺ね、使えるんじゃないかと思って、テイムもね、やっぱりコストがかかんないっていうところが俺的にはね、非常にね、ポイント高いかなと思ってますね。それではね、生息域についてやっていきたいと思うんだけど、まあ、ざっくりここなんですが、まあね、一応もうスポーンマップが出てますので、それを元にね、公式から引っ張ってきたんだけど、まあ、内容としてはですね、まあ、結構広範囲に出るので、まあ、ある程度ピンポイントでそこら辺の平原に行けば、まあ、出るかなというような形になっているんだけど、外敵がね、多いから、こいつがいるところはね、そこがね、ちょっとね、注意してくださいって感じ。攻撃を受けてしまうと、テイム値がゼロになるので、そこだけがちょっとね、危険だなっていう感じになってますので、まあ、外敵をね、なんかできるだけ減らして、わざとヘイトをね、テイム値を上げる前に引いて、で、なんか、その安全な場所というか、アンドリュー・サレクスにヘイトが向かないやつがね、多くいる場所とかに引っ張ってって、テイムを始めた方がいいのかなと思ったりもしておりますね。という感じなので、まあ、生息域に関してはね、まあまあ広いので、まあ、そんなに苦労することはないかなっていうところなんだけど、ちょっとね、外敵がね、気になるかなというような、そんな感じの生息域になっております。そこは運ゲーになっちゃうから、頑張ってくださいって感じです。はい。ということで、最後に、アンドリュー・サレクスのテイム方法をやっていきたいと思います。で、アンドリュー・サレクスのテイム方法なんだけど、必要なのは何かっていうと、蜂蜜です。蜂蜜だけが必要です。蜂蜜さえあれば、逆に言うと、キブルとか餌とかいらずに、ほぼコストがなくて、テイムできます。で、さらに言うと、今、蜂蜜が無料バーゲンセールで、フィヨルドだとですね、なんかね、岩と同じ形、例えばこんな岩、こういう普通の岩あるじゃん。この岩が、リソースとして、スポーンするような形で、蜂蜜岩みたいのがあって、蜂蜜がくっついた岩がございまして、そこから蜂蜜を
採取することができるという形になってますので、そこら辺がフィヨルドめちゃくちゃ良くて、蜂蜜がねめっちゃ簡単に取れるマップになってるんだよね。なのでそこが今回ですね大きくアンドリュー・サレックスのテイムのね難易度を下げている部分ではあるので、序盤にね捕まえたりするといいんじゃないかなっていうのは、そこら辺の、まあ、蜂蜜が簡単に手に入るっていう部分が俺的には大きいかなと思っておりますね。でちなみになんだけど、その蜂蜜の岩、なんかハニーロックっていうらしいんだけど、それのスポーンのね、マップもリソースマップもあるので貼っておきますね。まあ一応こんな感じになってるっぽいので、まあ、ここら辺に行くとざっくりね、まあちょっと丸で囲んでるぐらいなんだけど、あるのかなといったような形になっておりますね。一応ね、僕が実際生放送でテイムした時に使ったね、あの場所と、あとはそのハニーストーン、蜂蜜が取れる石なんだけど、これっすね。これが、ハニーストーンという形になっております。まあ、見た目もなんか、蜂の巣っぽい、なんか割れた木が、あの石の上にあって、そこに蜂の巣が生成しているって感じ。集合体恐怖症の人はちょっと見ないでくださいっていう感じです。はい。でこれに関してはですね、ピッケル斧どっちでもなんか取れたので、あんまりねどっちが取れるかっていうのはよくわかんないんだけど、両方とも普通に取れましたので、まああのあんま気にせずやっていいんじゃないかなというような形になってますね。まああの斧でやっても、3つ取れて、でピッケルでやるとどうなるのかな、ほい、あ、斧でやった方がいいみたいですね。斧でやったら多分あのいっぱい取れたので、斧の方が推奨ですね。OK ですよ。斧の方が推奨でした。まあ、たまたま俺が最初やった時は、あれだったのかな、少なかったのかな、っていうような感じですね。なので、このような形で、蜂蜜を採取して、で、スタートしましょうという形になっております。それでは、蜂蜜の準備ができたら、あとは、アンドリュー・サレックスをテイムするだけですっていうところですね。で、ちなみになんですけど、野生でね、こんな感じで、雪フクロウとかと芝木合対決やってますので、まあ、結構環境がさっきも言ったんだけどちょっとよろしくないので、まあ、そこだけはねご注意くださいっていう感じで、今回はねちょっとねなんていうかな、解説用の動画なので、一回デストローして周りのね邪魔なやつを消して、で野生のねアンドリュー・サレックスを1体出して、そいつとね1対1で、テーマしてみたいと思います。ではアンドリュー・サレックスの野生150を出していきましょう。まあモッドでねちょっとね出していくっていう形になっております。でアンドリュー・サレックスのテイム方法に関しては、まあ、ざっくりまとめるとですね、まずですね蜂蜜を渡すことによって鎮静化というか、通常だと近づくと敵対されますので、敵対されないように、気分を落ち着かせます。でそのためにまず蜂蜜が必要です。で蜂蜜をですね直接今ショートカットインベントリーね12345とかに入れてると思うんだけど、そこに入れた状態で、例えば今2番に蜂蜜があるので、2番を押すと蜂蜜をねポンって投げるんだよね。で近くに投げることによってそれを食べて沈静化するので、そうすると近くに行っても一時の間ちょっとの間だけだけど敵対されないので、その間に騎乗してロデオテイム、まあエクスと同じですねというテイムの仕方をします。でまずねちょっと一回やってみるね、その後詳細のこういう風にやるといいよっていうやり方もね合わせて説明します。で蜂蜜を投げます。このぐらいの距離でやると勝手に食べるので大丈夫です。で蜂蜜がなくなるから、なくなった瞬間もう行きます。でそしたら騎乗って出るから乗ります。でこれでテイム開始です。で右左さ白いボタンが出ると思うんだけど、そこが白く光ったら押すっていう感じ、右を押しっぱ左を押しっぱって感じで、この向きに関してはアンドリュー・サレックスがくるくる回ってる方向だから、まっすぐ走ると右も左もね白くねならないんだけど、どっちかね回り始めると白が左右どっちかに出ますっていう感じですね、っていう形でテイムをしていきます。で押しっぱにしている間ね、右左どっちかやってる間にテイム値が上がっていくっていうところになりますね。でポイントとしては下の赤い部分あるかな、分かるかな、この下の赤い部分、これが100になるとダメだから、100になるとどうなるかっていうと、まあ、そのままね騎乗し続けるんだけど、こうやって騎乗解除になります。で襲われるって感じになるんだよね。このような形になりますので、これだけねご注意くださいって感じで、今回は下のバーに注目してほしいんだけど、この赤いバーがマックス溜まるとどうなるかというと、さっきみたいに騎乗解除になります。なのでこれだけマジで気をつけてください。でこの騎乗解除になるとさっきみたいに敵対しちゃうので、騎乗解除はできるだけならない方がいいです。でどうするかっていうと、赤が全部溜まる前に自分から降ります。で、まあ、まず降りますよ、降ります。でそしたら一時こうやって敵対されないから、一時ここで逃げます。で逃げて一回距離を取って、でさらにもう一回蜂蜜を置いて、
やり直しますっていう感じっていうのを繰り返すのか、正式なというか、まあ、なんというかな、あの一番リスクが低いねテイムの、まあ、順序になりますっていう形です。ちなみにあの蜂蜜はですね、他の生物も引いてしまうのでそこは注意してくださいって感じ。みんながね好きだからみんなが取りに来るって感じで、最初と同じように蜂蜜食べました、近づきますで乗りますっていう感じで、これでテイムがまたスタートしますねという形になって、これの繰り返し、ロデオをしながら左右を押しっぱにして、であの下の赤いゲージがマックスになりそうだったら速やかに降りて1回離れて、で蜂蜜をぶん投げるという感じですね。で、まあ、大体蜂蜜10個から15個ぐらいあれば大丈夫だと思うので、テイムねぶっちゃけね、あの邪魔されなかったら簡単なんだよ。全然そこはねイージーなので、そこら辺のね邪魔されないっていう感じの状況下を作れればマジで簡単だから、そんなにね、無理はあのしなくてもいいかなっていう感じで、まあできるかなというところですね。で蜂蜜に関しては釣り竿にね餌としてつけておくと基本的にはね腐敗が進まないので、そのような形に持っとくといいかなって感じ。まあ、ちょっとね釣り竿が重いからそれだけ注意しないといけないんだけど、まあ、それ以外はね特に問題ないので、そんな感じでたくさん蜂蜜を持って騎乗してロデオテイムをしていきましょうというような形になってますね。でまあちょっとこれはねあの右左ねこいつが動き回るから、その右左動かないとこの白いねあの左右のボタンがねあのなんていうか光らないので、あの普通にねなんていうかなその半透明みたいな形になって押しても意味ないよみたいな感じになるから、とりあえずね白くね左右のどっちか、今右が白くなってると思うんだけど、そういう感じの白くなったタイミングであの押してもらわないとちょっとね微妙な感じになるので、そこだけはご注意くださいっていう感じですね。まあそのような形でまあハマるとちょっとやばいんだけど、まあそんな感じでやっていくっていうのが今回のねアンドレサルクスのテーマになっていて、で赤がまた溜まってきたら一回降りるかっていう感じでそのまま逃げろっていう形にするっていうところですね。そこだけ注意してやってくださいっていう感じで、またあの蜂蜜を投げてちょっとだけ距離を取って蜂蜜に食いつくのを待ちましょうっていうのを繰り返しですね。でまああの結構ね簡単なので、あの本当に邪魔されなければ簡単、ただ殴られるとあのテイム値があのゼロになるから、そこだけじゃマジでねきついから、本当に邪魔されないようにねあの頑張るしかないかなっていう感じで、注意点が1個だけあります。バグがありますあのディノーピテックスとかと同じ、手渡しテイムとかと同じで空腹値が急にゼロになってテイム値が一生下がり続けるバグがあります。これはねもうマジでねもう運ゲー、マジでねもう発動条件わからんかった。なのでトロペと同じ感じ、トロペとかディノピテックスとかと、なのでそこだけはもうどうしようもない運ゲーだから、もしね急にテイム値が一生下がり続けていて、あの食料値がゼロになっていたらもう諦めてくださいって感じ。それはねちょっともうねどうしようもねって感じ、マジで無理って感じなので、まあうーんって感じ。まあとりあえず蜂蜜はさいっぱいさあの自然生成でたくさんゲットできるから、まあいくらでもまあコストはねあのかけれるから、そんな感じでまあ頑張ってあのやってもらうしかないかなみたいな。あとはまあ周りの恐竜に邪魔されないようなところにね誘導するっていうのが多分ねおすすめなので、まあそれをねやってもらえると一番いいんじゃないかなと思いますね。最初はねやっぱりね周りの環境、さっきもさ最初しばいたけど、あのデストロイであの雪フクロウにめっちゃ喧嘩売ってたじゃん。なのであの喧嘩っ早いから、普通にこいついろんな生物と喧嘩しちゃうから、そこら辺がね危険かなっていう感じですね。でもうすぐおそらくテイム完了しますので、まあこの150も別に邪魔されなければこのように簡単にテイムが完了できますという、はい OK ですねというところですね。まあ、今回は本当にねあの周りの生物一回デストロしたからあのテイムできたんだけど、しかもさあの一回ミスってもさわざとミスったんだけど221っていう形で、結構ねあの高倍率でて47 HP おいとんでもない答えだったぞ、マジかよお前、マジで生放送で来いということでね、あのなんで今俺あの降ろされたか知らないんだけど、とりあえずアンドリュー・サレックスさんね、このような形でテイム可能になっておりますので、ぜひね序盤はマジであの便利なので、あのこんな感じでレックスはいるんだけど近くに、でレックスに襲われたらあの一気にゼロになるので、まあ、そこら辺はご注意いただいてっていう感じなんですが、まあねあのこのテイムに関してはこのような形でやっていけばできますので、まあ、ぜひねあの皆さんもテイムしてみてはいかがでしょうか。アンドリュー・サルクスマジでね便利だから、俺はねすごくねあの気に入ったあの恐竜かなって思いますね。フィヨルド・フォークとデスモダスあるんだけど、今回俺が一番気に入ったのはまあアンドリュー・サルクスだったかな。まああのウリボーも可愛いしね、子供もなので結構ね俺的にはおすすめかなと思っておりますね。うわかっこいいドリフト
ということで本日はアンドリュー・サレックスのテイムの解説をやってまいりました。今んとこね、俺がね、このテイムの方に関してはツイッターで教えてくれた人がいてマジでね感謝してるんだけど、その人がこの1回降りるといいよっていうのを教えてくれたので、この方法が多分ベストだと思うので、今普通にやってても221で150がテイムできたので、まあまあ全然悪くないんじゃないかなと。なんなら1回ミスってるしね、わざと降りたから、マックスゲージにしてね、下の赤いゲージをね。なのでそれでもこんな感じでテイムできたので、いい感じにねゲットできるし、蜂蜜ロックもね普通にそこら辺には置いてあるので、ぜひそれを持ってゲームしてみてはいいんじゃないかなと思っております。で、まあ蜂蜜があることによってメガテールとかクマもね簡単にゲームできるので、そこら辺も副産物でいいかなと思ったりしますし、まあ、キブルとかあとはケーキとかも序盤でね結構ね野菜さえあれば簡単に作れるんじゃないかなと思いますね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。